次に安倍光政議員に発言を許します。安倍光政議員。まず議案第84号平成26年度会津若松市一般会計補正予算第5号第2条債務負担行為、道路維持修繕事業3500万円について聞きます。この事業の内容と目的は何か。建設部長。事業の概要といたしましては、事業の内容といたしましては、市道12路線延長として3910メートルの舗装の打ち替えなどの舗装修繕工事を行うものであり、道路舗装の老朽化による損傷箇所を早期に補修し、通行の安全確保を図るため計上したものであります。債務負担としたものであります。また公共工事の発注時期の平準化により、建設事業者の経営の効率化と入札中止問題の解消を目的に、公共工事の早期発注を図るため債務負担行為を設定したものでございます。部長、ちょっとゆっくり答弁してください。はい、安倍光政議員。この平準化とは何か、通常と債務負担行為との違いは何か、これをまず明らかにします。建設部長。平準化とは何かということでございますが、基本的に工事の中で、それぞれ、時期的にずれたりして偏ったりなんかしているということで、例えば早期にできなかったりすると、そういった部分について、全体的に年間通して鳴らしてということの考え方で平準化という形になろうかなというふうに思います。あと早期発注ということでございますが、そういった意味でも、現在の工事の発注と考えますと、どうしても早期発注、4月からのすぐ発注ということができないものですから、そういったもので、こういった形での早期発注という考え方でございます。安倍光政議員。早期着工が目的とするということであれば、あと方法はないのかということになりますけれども、どうですか。建設部長。早期着工の、手法というか、そういう手法は、これ以外にないのかということでございますが、現在やっています投資予算の前倒しである債務負担行為の設定とか、あとは国庫補助事業の補正予算による繰り越しなど、発注時期の平準化が図られる有効な手法ということで今やっているところでございますが、それ以外の手法につきましては、現行ルールの中では国が積極的に、ゼロ国数制度など、用いるという施策がないとなかなか難しいものと考えているところでございます。安倍光政議員。工事発注が皆さんご存知の人もいるけれども、7月頃になるわけですね。この7月頃になる理由は何ですか。そこに平準化のヒントがあると考えるのであれば、3月から7月までの手順、どういうふうになっていくか示してください。建設部長。工事の、7月までの手順ということで、ございますが、4月に、入りまして、単独の普通の事業の場合ですと、議会の議決をいただきまして、それから4月の上旬に、これは土木関係ですと、建設関係、道路の関係ですと、土木関係事業の単価の改正通知が来まして、それをもとに5月、上旬あたりに起工しまして、それから6月上旬ぐらいに入札しまして、その後、受注者の決定して、現場着工は7月の上旬となるというような、スケジュールになっているかなというふうに思っております。安倍光政議員。いまいちよく分かりませんでしたが、市の単独の事業のみには適用されると、今の話ではね、で、国庫補助事業には適用できないんでしょうか。建設部長。国庫補助事業につきましては、交付金の内示の決定とかいうことがありまして、その間の期間も入りますと、さらに、先ほど7月、上旬頃ということになりましたけれども、
交付金の関係、補助金の関係がありますと、まあ、7月下旬ぐらいとさらに遅れるというような形になります。安倍光政議員。部長の答弁ちょっと曖昧です。私は今補助事業について、補助金と交付金とは明確に違いますので、補助金についてはこの手法が使えるというふうに私は県の方の情報で聞いております。ただし交付金交付税化されたものについては困難だというふうに聞いておりますので、補助金については4月着工が可能なのではないかと思うんですが、いかがですか。建設部長。この前お答え申しましたが、公共事業が4月から発注できない事業という、本市の公共事業の使用財源が国の補助金とによるところが大きいということで、国の予算の成立後、まあ、交付審査を行って、まあ、交付決定を受けてからということでございますので、で最新の単価を用いて機構の手続きを行うということで、交付決定の前に着手することは、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する方針の規定によって困難であるというようなお答えを申し上げたところでございます。理事進行なんですか。補助金という場合と交付税化された場合があるから、これを明確に分けて答えなさいと言ってんの。建設部長。私の認識からしますと、補助金も交付金も同じというふうに考えているところでございます。安倍光政議員。これ財政部長、こういう答弁でいいのかな。補助金は補助金でしょ、交付税化されていることと区別が全くないんですか、同じですか。反問権を使っていただいて結構ですので。財務部長。ちょっとお尋ねしたいんですが、交付税化という意味合いはどのような意味合いでお使いになってますでしょうか。通常ですと交付税化という言葉自体がないんですけども、ちょっとその辺のところを教えていただければと思うんですが。安倍光政議員。交付税化というのは交付金ですね。じゃあ国からの交付金をまとめて交付税化と言ったんですけれども、それと補助金という形とは違うんじゃないでしょうか、同じですか。財務部長。補助金のと交付金の違いというようなことでお答えをさせていただきますと、補助金につきましては特定の事業がより明確になっているような、一応は箇所付けということをよく言いますけれども、そのような内容でございます。交付金については政策上ですね、これはいろんな形はあるんですけれども、いわゆるその特定目的で使われるもの、それから一般財源のような内容で使われるもの、指示あろうかと思います。このような内容でよろしいでしょうか。安倍光政議員。この議案は、舗装工事の3500万でございますので、その辺を留意してお願いいたします。それでね、この債務負担行為を組んだと、つまり今の時期に予算を組んだことの意味なんですよね。それは着工を早くして工事の平準化を図るということを目的としてから、この問題は実際上非常に重要なんですよ。つまり平準化するためにこれ以外の方法がないのかというふうに聞きました。そしたら今部長がね、4月からの手順、曖昧な手順を言いましたけれども、こちらで調べたことを言います。で、3月にはですね、この国の予算とそれは市の予算がほぼ上がっております。で、この場合に、内需がありますね。内需がありまして、国の予算決定、市の予算決定しましたと。それから市はこれを受けて補助申請書を出しますね。で、その後国は5月中旬から5月下旬に交付の決定をいたします。実際はこれが5月下旬から6月上旬に伸びると。で、それを受けて市は入札の工事、入札を行うわけです。で、執行までの間の1ヶ月から1ヶ月半の間事務手続きがありますよね。で、そういうことを踏まえて実際は7月下旬に着工と、こういう運びになるということで、部長間違いないですか。建設部長。
その通りでございます。安倍光政議員。実はですね、問題だと思うのはこの市も国も予算を決定している3月下旬または4月上旬、これに内示があるけど、これから交付決定の行われる5月中旬から下旬、このまでの間に着工すると、実はこの指令前、指令前着工ということになって、補助金改正と、交付金改正と、こういう指導がなきにしもあらずだと、こういうふうに聞いているわけです。それとこの、なんでこの1ヶ月間から1ヶ月の間に予算が決定しているのに、何をやっているんだと、この時間は、というふうに聞きたいと思います。安倍光政議員、今回の議案は道路債務負担行為の3500万の部分でございますので、ご許可をご許可願いたいと思います。建設部長。正式な決定が来るまで何をしているのかということでございますが、基本的に正式な決定が来るまでにはやっぱり動けないというか、実際そういう決定があって初めて、着手することができるという考えでございますので、それ決定もあっているということでございます。安倍光政議員。待ってるじゃなくてね、それ予算が決定してるのになんで着工できないのかということを言ってるわけ。ここに中央省庁のがんじがらめのその権威審議があるわけですよね。そこのところははっきりさせておきたいと思います。それでね、もう一つは県の方の情報では補助金化されている部分、特定の目的に使うという形の部分はこれは着工できますよと。ただし交付税化されているやつ、交付金化されているやつはなかなか難しいんだという指導があるということを聞いております。ただ、もう一つ、その要は7月の下旬、8、9、10、11、12月の頭までしか工事できないわけです。1年間の12月の間にたったこれしか工事できないんですよ。だから平準化をしたいって言ってるわけでしょ。まして雪国になると1、2、3できないわけです。で4、5、6、7一番天気のいいときにできない。これは業者にとっても市民にとっても不幸ですよね。だからどうするのかということで、市の単独事業だけじゃなくて交付税化したやつもできないかという、それはなかなか難しいんだと今話ができました。でもう一つですね、方法があるのは実は免許繰り越しと自己繰り越しで、これは繰り越しですから、3月度終わってても4、5、6、7できるわけですよ。だからこれは何かね、自己繰り越しなんて言葉が悪いからね、いかにもその不正常なやり方でやるんだみたいなふうに取ってますが、雪国の場合はこれを使わざるを得ないんじゃないかと私は実は思ってるの。つまり1月、12月、1月、2月、3月が、ね、雪でできないから、それと3月末に仕事が終わらないという部分があるから、もし平準化するんであれば、この4月、5月、6月にね、つなぎとしてこれは有効じゃないかと思うんですが、いかがですか。建設部長。繰り越し免許の話ですが、この制度を使って、早期発注というか、そういう形をやったらどうかということでございますが、繰り越し免許をするにあたっても、やっぱりそれの繰り越しするだけの理由がきちっとしてないとできないということでございますので、今のような形で、繰り越しをして、早期発注につなげるということは、ちょっと難しいのかなというふうに考えております。安倍光政議員。だからたった4ヶ月か5ヶ月しか事業できないわけですから、それをね、通常のように使えるような理由をちょっと明確して使えるようにしたらどうかというふうに、今後はやっていったらどうかという提案も含めて言ってるわけです。それとですね、中央と地方の格差が叫ばれて激しいんですが、実は政府も自民党も公共事業を景気浮揚の策の中心に考えているというふうに今まで言ってきて、やってきたんですけれども、4ヶ月か5ヶ月しかね、東北地方、雪国はできないんですよ。これからすると、今の制度はやっぱり矛盾があるんですよね。で、この矛盾を、またその東北、北海道はやっぱり経済的にもね、地域的にも開発が遅れてるということの理由に、私はこれがあるんだろうと思うんですよね。ところが、実は15ヶ月予算の組み方があると、それから被災地、
これは公共事業がずっとね、継続して行われているようです。だからこのようなことを一般化する方法はないのかということも含めて、これは室井市長にも一つお願いしておきたいんですけれども、雪国の首長たちは連携してね、こういう部分をね、早期着工できるよう、またはね、後付けで4、5、6もね、工事ができるような方法をやっぱり模索するということを中央にお願いできないかということはね、これは首長として、やっぱね、ずっと今まで何十年も同じことをやってきてますからね、これ打開策、地方振興策の一つとしてね、やっぱり模索してほしいと。いうような申し入れをしていただけないかと思うんですが、どうでしょうか。議事進行ですか。総括室には対抗にとどめる、さらに、当該議員は県政委員会所属です、分科会でもできます、さらには一般質問化してますので、そこのところについては議長整理をお願いいたします。市長答弁ありますか。じゃあ市長、はい、ご指摘の点ですけれども、まあ、現在でも知事会、北海道東北地方の知事会で、雪国ゼロ国制度の創設ということで今お願いもしているところでありますが、まあ、安倍議員の思いは、共有できるものでありますし、まさに、そういうふうにどうしたらできるかということをしっかり訴えていきたいなと思います。安倍光政議員。次、議案第84号平成26年度秋田県市一般会計補正予算第5号歳出の部第2巻総務費第1項総務管理費第1目一般管理費職員人件費について聞きます。この職員人件費の中身を説明してください。総務部長。ですね、補正の概要でございますが、今の小田田市の科目で、職員人件費を計上している部分につきましては、企画政策部、財務部、総務部、市民部、建設部、等々の部分でございますが、これらの職員について、当初予算を組んだのは26年の1月1日現在の職員で組んでおります。その後4月に異動がありまして、その職員の異動に伴いまして、あるいは退職に伴って審査用が入ったり、そういう職員の出入りに伴って予算が人件費の額が変わってきましたので、その変更分を補正をお願いした、こういうものでございます。安倍光政議員。移動になるとなんで9900万円も減額になるのかよく分からないのね。だからそれをちゃんとね、理由言わないとダメです。それとですね、職員人件費っていうね、大くくりの場合ですね、この職員人件費の中には市教部局外の教諭とか広域圏消防派遣などは含まれてるんですか。総務部長。中身の話でございますが、9900万というのは211じゃなくて、1巻から10巻までのトータルの一般会計の額だと。でこれについての中身の説明をということでございますので、一般会計で、この間、退職した職員が約49名、採用が58名、ここの分の震災と高年齢の職員の給与差という部分がまず一つ出てきます。あともう一つ、人事異動で、一般会計と宅会計との入れ替えがございます。これも宅会計から16名、宅会計へ19名、この中身の一人一人というわけではありませんが、総論的に言いますと、今回のケースは、給料の比較的、高い職員が何ですか、特別会計の方に行くと、その差額分、そういったものが生じてきますので、それらが積み上がった額が、ここに
今ご指摘の9900万だということでございます。次に人件費の考え方でございますが、まず人件費の考え方といたしましては、基本的に、我々総務部として人件費として捉えているのは、市の職員であるということがまず大前提でございます。任命権者が市の執行機関だというのがまず1点あって、しかも地方公務員法が適用になる一般職員だというのが2点目の条件でございます。で、3点目の条件としまして、会津若松市 職員の給与等に関する条例が適用になって、その条例に基づいて支給している職員、これらが人件費ということでございます。その際、今ご指摘のあった消防職員ですとか公益系の職員というのは、独立した団体です。別法人で、独立した団体で、そちらが任免権を持っておりますので、当然、我々の範疇にありませんので、それらの職員については含んでございません。安倍光政議員。3項目分かりました。それでですね、市職員、市職員人件費という場合ですね、職員採用試験等でね、採用した人が入るんじゃないかというふうに私は考えてるんですね。だから、改めてね、市職員っていうのは、今、そういうふうな部分を含めてね、3項目だけなのかと、市で採用した、市職員採用試験で採用した人は、全部入るということにならないのかというふうに聞きたいと思います。総務部長。まず先ほどの答弁の中で、市の採用関係で抜け落ちている職員と申しますのは、地方公営企業法が適用になっている職員、具体的には水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、これが支給根拠になっている職員、これについては、私どもも総務部としてはその管理をしていませんので、通常は私どもの方からの概念からは外れる。会計的にも一般会計と特別会計、金融会計を除いた部分については総括して、人件費ということが多々ございますが、水道部の分は入ってないケースがある、通常の部分は入れてなくて、強いてその分も含めてというときには合算して、お答え申し上げるというようなスタンスで来てございます。あともう一点、任用の部分でどうなのかということでございますが、地方公務員の基本的な任用は試験採用でございます。で、これでもって、任用している職員についてはすべて、給与に関する条例、もしくは水道企業職員の給与に関する条例ですべて支給している。それ以外の部分がじゃあゼロかと言われますと、臨時職員および非常勤特別職の職員、これについては別個の採用あるいは移植という格好で、なっておりますので、いないのかということではおります。ただ私どもの人件費というところからは、そこの部分はうちの方で把握していない部分です。こういうことになります。安倍光政議員。そこでお聞きしますが、この今年の12月1日号の市政だよね、これ実に分かりづらいので一例を申します。で、25年度人件費の状況、括弧普通会計、76億1203万円、25年度職員の給与費の状況、普通会計、53億7992万円と、これね、同じページに、同じようにね、この並んで書いたんですよ。この人件費の状況っていうのと、職員の給与の状況っていうのは、何か違いがあるんですか、市民に分かりやすく教えてください。総務長、今回の議案に沿っての答弁をしてください。安倍光政議員、今回の議案は、採用、退職、人事異動に伴う9900万の部分でございますので、ご入りをしながら質問をお願いいたします。総務長。今ただしの、すみません、市政代理に掲載している額は、平成25年度の人件費でございますので、
はい、あ、じゃあ、一般論として、一般論として人件費という捉え方は、私ども総務部がしているのは、先ほど申し上げました、基本的には一般会計と特別会計のいわゆる職員の給与だと。で、もう一つの人件費の考え方が実はございまして、これは決算統計という全国的に、市の地方公共団体の歳出の状況を見る、比較して状況を見れるために決算統計という手法がございます。その時の人件費というのは、まず会計的にはちょっと違うんですが、一般会計です。特別会計は一部入るところあるんですが、基本的に入りません、人件費の場合で。あと、もう一つ違うのは、私どもは先ほど一般職員と申しましたが、ここの人件費には議員さんの報酬と、さらには市長と特別職の給料、さらには審議会委員等の非常勤の特別職等々が入ってございますので、通常我々が言う一般会計の人件費に比べると、その特別職の分だけが跳ね上がって計算になると、こういうことでございます。安倍光政議員。だからね、退職した人、その移動した人で、ね、これだけの予算の差が出るのは、まずね、職員というのは何なのかということを、ね、厳密な意味で分からないとだめだと思うんですよ。それで今出したのが、25年度のその人件費の問題を、これ、わざわざ姿勢であるで書いてるんだけど、人件費の状況といった場合は76億円だと、で、職員の給与といった場合は53億円だ、これ、23億円の開きが出ちゃうのね、この差が分かんないの、一般の市民にも、我々にも。だから、これはどういうふうなことを示しているのかということをね、ちゃんと今のような説明を含めてね、書かないと、これ、市民、姿勢だよりを見た人、混乱しますよ。同じ人件費みたいな書き方してるけど、20億も差があると。さらに言えばですよ、臨時職員がここで75人入ってますよと。で、これはこの中の移動費の中には入ってないと思いますけども、それさらにこの委託費もあるんですよね。人件費って場合はこの委託費は入らないでしょ。入らないけども、実際、市の仕事をしてるわけですよ。で、その市の仕事をしてるときに委託費払ってるわけですよ。それはその物件費みたいな扱いされてるけども、実際は去年ね、副市長が答弁した答えで、この委託に関わっている人何人でしょうかって聞いたら、500人予算、役、市の職員が減らされているように見えるけど、それ以外にこっち側で委託の職員が500人もいると。臨時職員が170人もいる、これで職員が減ってるのかという部分があるから、移動とかね、その退職とか言ったって、職員って何なんだろう、改めてそこの部分が問われることにならないか、そういう聞き方をしてるわけ。だから、この姿勢だよりで言ってることは非常に分かりづらいと。で、今度 その移動とか退職とかに伴うこの予算というのは、この部分は含まれているのか、含まれているのか、含まれていないのか、厳密な答弁をお願いしたいと、こう言ってるわけ。人件費の調整分として答弁してください、総務部長。先ほども申しましたが、冒頭に申しましたが、今回の、人件費の補正は、我々一般職の分の、一般職の分の、だから、一般職の、職員の給与等に関する条例が適用される職員ですので、そこのところはまず押さえていただきたいと逆に思います。で、人件費の部分については、先ほども、あとまたこの市政代理にも記載がございますように、特別職に支給する給料や報酬を含むと書いてございますので、その、違いは一定程度表している。で、あと、500人という話は、議員さんがあえて出してくれということで、我々が無理して、そんな賃金なんか、われわれ分からないのに、無理して聞き出した数字であって、任命権でも給料も払ってないのに、同じ人件費だというその捉え方は、われわれはしてございません。安倍光政議員。
なんです。何か私が無理に出させたみたいなことを言ったら、それは副市長が自主的に答弁したんでしょ、なんだその言い方はって感じに私は思いますよ。そうじゃなくて、去年ね、その人権、一般的な職員人権費以外に、安倍光政議員、増えてますよと。安倍光政議員、なんです、議事進行ですよね、今ね。議事進行です。じゃあ、議事進行、質疑をしてください。はい、わかりました。それではですね、その移動ということなんですけれども、議長と呼んでから質疑をしてください。議長。安倍光政議員。移動に伴うって言ってますけれども、移動は何をもとにしてやってるのかと、なんでそんな9000万円もの、ね、予算がここでね、減じるような部分の移動っていうのが起きるのかということがよく分かんない、教えてください。総務長。9900万の差が出る理由ですが、まず予算を組むときには、今いる職員で、人件費を試算するしかない、審査用の職員の給料がいくらだかというのはまだ決まっておりませんので、今いる職員で、弾くしかない。で、例えば総務部にいる職員についても、どの人が異動になるかはその時点では分かりませんので、今いる職員で弾く日しかない、こういう前提条件がございます。それで例えば、退職する職員は600万とか700万とかの年収があろうかと思いますが、それで代わって入ってくるのが200万とか、そういったレベルで言いますと500万の違いがあるわけです。それが10人違えば5000万と、こういう数字に跳ね上がってくるわけですの で先ほど申し上げましたように退職 採用が50人近くいるので、そういう意味では積み上がってこの数字になるのはやむを得ないことかなというふうに理解してございます。安倍光政議員。ただしこの指定代理にはこんなね書き方で全然分かんないから、職員人権ってどういうものなのかということをちゃんとね、20億もの差があるような書き方じゃなくて、どういうものを含むんだと、どういうものは含まないんだということをきちっとね、やっぱ出して分かりやすく作ってもらわないと混乱します。我々も混乱します。次に言ってみます。議案第96号会津若松市駐車場条例の一部を改正する条例。これの中身を示してください。観光商工部長。この条例につきましては、仮称でありますが、鶴ヶ城公園、東口駐車場、旧サブトラック、陸上競技場のサブトラックを駐車場と整備いたしまして、それを鶴ヶ城周辺の市営の有料駐車場、公的な駐車場として位置づけるものでございます。安倍光政議員。この文言の中にある自動車の種類とは何か、その他必要な条文というのは何ですか。はい、観光商工部長。確認だけさせてください。車の種類は分かったんですが、その後何というお正しだったかと。条文というのが載ってますけど、その他必要な条文とは何ですか。議長。観光商工部長。車の種類につきましては、すみません、車の種類につきましては、普通自動車、それから小型特殊自動車というようなものでございます。車の種類、自動車の種類です。で、その他の条文というのは、
その他必要な条文というのはちょっと今の段階でちょっと承知してないのですいません。安倍光政議員。それじゃ困るんですよ。議会で可決する条例なのに、その後必要な条文というのはないでしょうと。それはちゃんとね、こういうふうなことを規定しますよということを出さないと、それ委員会で提出するとか、そんなことじゃないですよ。条例を可決するんだから、きちっとやっぱりそれを出さないとダメでしょう。観光商工部長。失礼しました。必要な条文でございますが、市は駐車場に自動車を駐車する者以下、利用者というから、駐車料金消費税額および地方、失礼しました、消費税額および地方消費税額を含むを徴収すると、これにつきまして、不足がございまして、この条文は平成27年4月1日から施行する、ただし第5条第1項の改定規定は交付の日から施行するというような不足でございました。すいません。安倍光政議員。なぜこの地に今駐車場が必要なのか、この駐車場の稼働率は何パーセントというふうに見ているのか、この駐車場が何パーセントの稼働率だったらね、必要性があると、何パーセント以下だったらば必要性がないと、そのような判断も必要なわけですね。有効な土地ですから。で、そういう判断はある程度なされているんですか。観光商工部長。稼働率については稼働率ではなくて利用の実績については、上がってございます。それにつきましては今年度におけます、今年度ですが、東口駐車場の利用状況ということで、これは旧陸上競技場の多目的広場も含めて、利用台数は1万3957台というような数字に上がってございます。それから稼働率何パーセントで判断するかということでございますが、隣接する三の丸の駐車場、これもですね、恒久的に使わないようにというような指導も受けておりますので、時期を見て、東側の東口駐車場に、統一するというような流れで考えてございます。安倍光政議員。1万3000台というのは去年の、ね、八重の桜で一番最盛期の数字なんですよ。で、今年はさらにぐっと落ちてるでしょ。何十パーセントも落ちてますから、それから落ちてないなんてはずないじゃないですか。他のところ統計見なさいよ。だからそういうふうな中でね、しかもシーズンに限られてるじゃないですか、ね、そうすると例えばセブンイレブンだってね、市場調査やるんですよ。 どのくらいの利用率があるからここに作るのが有効だというようなことをやるわけですよ。相手から使いじゃないんですよ。相手から観光課で使っていいなんてことはならないの。市民の財産だから、これはどういうふうにするんだと。かつてはですね、ここに長期まちづくり計画なんかでやって、文化ゾーンなんかの位置づけした、それで今の風化道ができたという経過があるじゃないですか。そういうことを踏まえると、あっから使いじゃないだろうと、使うにはそれなりの、例えばこの次の来年度から始まる、ね、長期まちづくり計画の中に繰り入れて、あなたの1万3000台って、部長が言った1万3000台っていうのは、陸上競技場を含めた話ですからね。そういう点ではやっぱりね、思いつきとかその場しのぎでやっちゃダメだっていうことですよ。ちゃんとした町づくりの中でやっぱり策定 やるっていうことをしないと。ただ臨時的に扱うんだったらいいんだけども、そういうことなんですか。観光商工部長。東口と旧陸上競技場の稼働でございますが、あくまでも本年の稼働日数は44日に対しまして1万3957台というような数字でございます。
観光商工部長。失礼しました。今般のサブトラックにつきましては、第6次の長期総合計画におきまして、鶴ヶ城中心市街地周辺地域の地域別将来展望における目標、それから方針に沿って位置づけた主な取り組みを踏まえまして、鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想におきまして、駐車場としての整備、利用が、方針づけられているということで、平成24年の9月の補正で、9月議会におきましてですね、駐車場を整備させていただくというような予算もの決定もいただいて、今般の流れになっているということでございます。安倍光政議員。私はね、やっぱりなし崩し的にやられるのは困ると。市民の中にはですね、陸上競技場の跡地に、武道館を建てたらいいんじゃないかとか、または、ね、日進館を移転させたらいいんじゃないかと。で、やっぱり鶴ヶ城を含めるね、全体的な観光施設の充実を図るべきだという意見もあるんですよ。そういうことを含めると、やっぱりこれはね、長期計画の中に入れて、きちっとやっぱり位置づける、これが一番有効な手段ではないかというふうに思って質問してるんですけれども、最後に市長の答弁を聞きたい。安倍議員、今のは議題外ですので、ご了承ください。はい、議事進行は何ですか。ね、陸上競技場とサブトラックはずっと今まで一体的に使ってきたの。だから片肺だけ取ってね、でこっちは構いましませんよとか手つけませんよじゃなくて、本来一体的に考えるべきでしょうと。今までの経過もそうやってやってきたでしょうと。市民の要望もいろいろ出てますよと。だからそういう策定の中でやるべきでしょうっていう私は言ってるわけ。わかりますよね。先ほど観光商工部長が計画的な位置づけを答えておりますので、答弁しているというふうにご理解ください。以上で通告の届けのありました質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場ご異議ないものと認め、通告の届けのありました質疑を打ち切ります。暫時休憩をいたします。再開を14時15分といたします。